皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はハロウィンスライムを作っていきたいと思います。ハロウィンらしい感じのスライムを作るんですけれども、まだハロウィンではないんですけれども、早めに作ろうかなって思って動画にしています。よかったらぜひ最後まで見ていってください。では早速やっていきます。今回使うものはこちらのハロウィンスパンコールです。こちらは、去年、ナチュラルキッチンで1個100円で購入したものなんですけれども、今年も出るかな。こんな感じでかぼちゃとコウモリのものがあるんですけど、こちらのスパンコールを入れてハロウィンらしい感じにしていきたいと思います。で、着色するのは、オレンジ色で着色するので、こちらのタミヤカラーのオレンジシロップを使っていきます。はい、では早速作っていきたいと思います。はい、まずは材料紹介からしていきます。まずはボウル、洗濯のり、それから重曹です。重曹とコンタクト洗浄液、あとさっき言った着色剤のオレンジとスパンコールです。はい、では早速やっていきたいと思います。あとヘラですね、はい、を用意してください。はい、ではやっていきます。まずはボウルの中に洗濯のりを入れていきます。はい、洗濯のりを入れました。そうしたらちょっとだけ重曹を入れていきます。本当にちょっとで大丈夫です。これぐらい入れます。はい、そうしたらこれをひとまず混ぜていきます。はい、こんな感じです。そうしたらオレンジ色のね、着色剤をちょっと入れていきます。これぐらいかな、こんな感じで混ぜます。かぼちゃを意識してオレンジっぽい感じでやっていきます。画面で見るとちょっとなんかみたらし醤油のソースみたいな、タレみたいに見えると思うんですけど、実際見るともうちょっとオレンジっぽい感じです。はい、こんな感じです。そうしたら混ぜて、次にコンタクト洗浄液を少しずつ入れていきます。こんな感じですね。割と一気にバッてやったんですけども、放射の時はもうちょっと少しずつ加えてからの方がいいんですけど、コンタクト洗浄液の場合はもう割と固まってきたのでいいかなと思います。そしたらこれをちょっとひとまとまりにしますね。はい、で手につかないか確認します。もうちょっとつくので、もうちょっと入れてこねます。こんな感じで、もうちょっとかな、なんかすごいちょっとくっつきますね。ちょっと調整しながら作っていきます。はい、いい感じに、まあいい感じの硬さになったので、こちらをこちらの中にスパンコールを入れていきたいと思います。まずはこのかぼちゃの方を入れていきます。一個なんかコウモリのパーツが入っちゃってる。去年ちょっと使って1枚入ってましたね。あ、2枚入ってるかも。まあいいや混ぜていきます。
な感じで、すごい可愛いですね。こんな感じです。そうしたらちょっとだけコウモリを入れます。なんかコウモリはちょっといすぎるとあれなので、ハロウィンのかぼちゃに対してコウモリはちょっと少なめに入れていきたいと思います。はい、じゃあ混ぜます。こんな感じです。あ、すごい綺麗ですね。かわいい。どうですか？結構いい感じじゃないですか？ねえ、こんな感じです。すごい伸びるし柔らかくて気持ちいいので、皆さんもよかったらぜひやってみてください。ナチュラルキッチンじゃなくても100均とかでもね、スパンコール売ってるので、もうちょっとしたらもっと出てくるかなと思うんですけども、はい、こんな感じですごいハロウィンらしくて可愛いスライムができるので、はい、今の季節にね、ぜひぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はハロウィンスライムを作ったのでご紹介しました。ご視聴していただきありがとうございました。バイバーイ。